哲学者サッカーは、イギリスのコメディグループである、モンティ・パイソンのスケッチコメディー。このスケッチは、ソラぶブ・モンティ・パイソンドイツ版の第2作の一部として、放送され、後には、モンティ・パイソン・ライブ・アット・ザ・ハリウッド・ボールの中でも流用された。また、このスケッチは、ベスト・オブ・モンティ・パイソンにも収録されている。1972年ミュンヘンオリンピックの際に、ミュンヘンオリンピア・スタディオンにおいて、 ギリシャとドイツを代表する哲学者たちの間でサッカーの試合が行われたという設定で展開される。主な登場人物はアルキメデス、ソクラテス、ヘーゲル、ニーチェ、マルクス、カントであった。主審は講子で砂時計で時間を計る。トマス・アクイナスとセアウグスティノスが先進を務める。ドイツチームの監督はマルティン・ルターである。試合が始まると 哲学者たちは、ピッチ上で輪を描くように歩きながら、自説を考える。ドイツチームに、驚きの大抜擢で加えられたサッカー選手の、フランツ・ベッケンバウアーは少なからず、ピッチ上で当惑する。この、スケッチの撮影は、ミュンヘンのグルンバルダー・スタディオンで行われた。試合が開始されるが、選手たちは皆、哲学的思想に没頭し、ボールに触ろうとはしない。そんな中、 ニーチェは、主審である講師に対し、論語には自由意志がないと主張し、イエローカードを受ける。講師は、名を書に残すと応じる。試合が進まないため、途中で放送は、レスリングの中継へと切り替わる。後半に入り、ルートビヒィトゲンシュタインに代わって、カール・マルクスが投入されるが、ゲームの進捗のためには何も寄与しない。試合終了まで、 残り1分という時間帯になり、アルキメデスがユリーカと叫ぶと、走り出し初めてボールを蹴りドイツ側のゴールに向かう。これに応じて、他のギリシア哲学者たちもドイツ人内へと迫る。この試合唯一の得点は、アルキメデスが挙げたクロスボールにソクラテスが飛び込みヘディングで決めたものだった。スケッチの終幕では、ドイツ側が判定に抗議する。 ヘーゲルが現実は非自然的倫理のアプリよりな付属物に過ぎないと主張し、カントが提言名法により存在論的には現実は想像のうちにしか存在し得ないとの説を譲らず、弁じる中でマルクスがオフサイドをアピールするが主審の講師は取り合わない。しかしスローモーション再生の結果、1990年まで有効であったルールに則っ,って、 ソクラテスがオフサイドであったことが明らかにされる。ギリシャ V ドイツスケッチの中では古代ギリシアの哲学者たちの名もドイツ語における綴りで表示されていた。なお、ドイツ代表のウィトゲンシュタインはオーストリア人である。この有名なスケッチにインスピレーションを受け、またその時点で存命だったモンティパイソンメンバーの原作をロンドンの実際のサッカー場で再演するという、 遊び心に満ちた企画は、小学生たちの教育にあたる団体である、ザ・フィロソフィー・ショップが発案したものであった。この団体は、子供たちの論理的に考える能力を、学校教育の初期段階から広げる、取り組みの一つとして、大学で哲学を専攻した卒業者に、5歳から11歳までの子どもたちを対象に実践的に哲学を教える、機会を与えている。 この行事の監督には、哲学者の AC グレーリングと、元イングランド代表監督、クレアム・テイラーが任命された。また、競技には、マーク・スティール、トニー・ホークス、アーサー・スミス、アリアン・シェリンといったコメディアンたちに加え、ジュリアン・バジーニ、ナイジェル・ウォーバートン、サイモン・グレンディニング、スティーブン・ロー、アンジー・ホップス、マーク・バーノンといった哲学者たち、さらには、 イギリス全国の大学から参加した学者たちが、加わった。この試合のサポーターたちの中には、BBC ラジオ4の番組、シンキング・アロードのプレゼンターである社会学者、ローリー・テイラーや、BBC のジョンハン・フリーズ、教育者で作家のアンソニー・シェルドンらも加わっていた。ありがとうございます。